はいはい、はい、今日はですね、お魚のつかみ取りができるってことで、つかみ取り、はい、ある場所に来てます。読谷村の富谷漁港に来てますね。こちらではたまにイベントがやってて、はい、で今回は魚のつかみ取りができると。魚のつかみ取り、はい、でしかもでっかいプールみたいなのがあって、多分大量、もしかして。おお、身のかさこだし、身のかさこだし、危ないな、触ったらダメです。刺さりたい放題だ、ここでだから刺さりたい放題だどっちもダメですね。ちなみに魚のつかみ取りやったことありますか？ないですね。ない。めちゃくちゃ早いし、ぬるぬるするから、うん、捕まえきれるのかな。魚種によっては相当強いと思う、ね、うん、どんな魚が出るのか楽しみですね。楽しみですね、うん、はい、これから何やるんですか？今、つかみ取りまだできないんですけど、うん、見てください、これ、あの今お魚が並べられてるんです。なんか競りが始まるらしいんですよ。競りが始まる。競り。ガーとか。マグロかな。なんかカツオとかいっぱいいるんですよ。シイラ。シイラ。値段が競りで決まるって。競りで値段が決まるらしいので、チャレンジしてみるか。最大1000円で行こう、私は。うん、1000円で。これ以上上げちゃったらさ、ああ、いくらでも上げれるから、うん、そう、つかみ取りする前に、うん、まだ時間があるので、うん、セリに参加。はい、さあ、始まりました。セリ、お魚を落とそうのコーナーですね。うん、目指すはマグロ。マグロ、マグロか、マグロか。マグロ。1000円からやります。あ、1000円から。やばい、やばいよ。1000円から。1000円。あ、終わった。終わった。スタートが、スタート、俺たちの限界がスタート地だった。さすがにマグロはね、あ、人気だな。開始5秒。開始5秒終了でした。2000円いってる、2000円いってる、2000円いってる。はい、2000円でお名前出したんですか。今結構いろんな魚が売ってるんですけど、500円からいきます。500円、どうだ、500円、1000円、待って、あの、早い、子供たちは交渉というものを知らないから、あの、ちょっと引き合いというものを分からないから、攻めだから。ああ、みんな攻め。俺たちより強い。500円を急に1000円って言うっていう。いかに安くじゃなくて、いかに高く。俺たちちょっとあれですね。ちょっと俺たち考えは大人だね。あんまりね、あの、子供たちが興味持ってないやつ、うん、そうだね、いいかもしれないやつ。ガーラとか一応かっこいいからね。うん、ガーラ、マグロ、シーラはかっこいいから。かっこいい。ま、う、た、ん、今シーラ。あ、シーラ500円。出るんだよ。お、500円で6冊しよう。あ、え、あ、シーラ500円？ 500 円だった。あ、嘘。ほら、もう値段聞いてる。あ、嘘。あ、じゃあ次おもろち買おう。次来るの買おうぜ。次、ね、もうそこ1000円。なんか今相場が、相場下がってるから、うん、次来るやつ1000円で、もう1000円でいこう。100円から始めます。100円、あ、500円、1000円いくか。1000円大きな音を出してますよ。500円、あくまで子供が主役ということで、ね、脱1000円出すのって、あの、どよめき、すごかったね。半分ぐらいの人がこっち向きよって、え、脱しょっていう、うん、それプラス、あ、待て待てって、うん、あそこの競りの人も、えってなってたね、うん、大人ってなってたね、うん、ダメでしたね、脱だけ出す。定置網から持ってくるんですね。そうですね。で、一応、あの、普段子供たちがやるやつなんですよ。
で僕ら一応つかみ取り参加させてもらうんですけど、あくまで子供たちのサポートをしながらの参加らしいですね。なんかどうしてもちっちゃい子はつかめないらしいから、うん、それを手伝えっていう感じですね。とかね、危ないよ、ちょっと離れてください。軽くできるプランをしました。いいですね。銀紙追加です。うわえ、皆さんお待ちかね、生けすの中の正体が、はい、今網を持ち上げて自動的に面積を狭めて追い込んでる状態。グループマーが、さあ、さあ、これ全部入ったらこれやばいな。やばいね、相当の重さになるこれ。やべ、超たくさんですよ。取った魚が入ってきますね。はい、魚が入ってきます。僕たちも初体験だから。初体験、はい、でも最初でっかいのね、誰が行くかだよね。子供の勇気とかさ、分かって面白いんじゃない、うん、このマンビカとかね、うん、マンビカ2匹いて、元気いいやつとちょっとあの掴みやすそうなやつ。どんどん入ってきて、どんどん入ってきて。いや、みんな笑顔だよ。では、合図したら魚、掴み取りスタート。大丈夫かな。はい、はい、よーい、スタート。はい、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 みんなこっち深いから気をつけてね。深いから気をつけてね。はい、はい、みんな頑張って、はい、頑張って、はい、じゃあ、こっち深いから気をつけてね。いいとこ見せれるのか。捕まえて渡してあげて、渡して、渡してもらおじゃんがね。タザロさん、左から来た。完走、よかった。じゃあ、子供たちに渡したいけど、おじさん渡しきれん。一人一人と、はい、そろそろ本気出しよう、おじさん。さあ、そろそろ本気出そう、出そうよと。はい、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 取ってごらん、取ってごらん。はい、難しいか。渡してあげたですね。渡してあげよう。渡してあげようね。はい、卵の中にもいいよ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 。ナイスよ。じゃあ、お兄さんに取ってあげようね。やばい、おじさん何もできない。おじさん何もできない、やば。あ、網使えて。土壌すくいみたいになっている。そろそろ網。はい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 、いるよ、取ってごらん。さあ、取れるか。じゃあ、はい、おりこさん、はい、おりこ、はい、いいし、よし、掴んでごらん。はい、両手で捕まえるんだよ、両手で。はい、両手で、はい。じゃあ、お兄ちゃんと、はい、お尻尾捕まえてごらん。あ、うん、尻尾、はい、両手で、はい、はい、はい。え、怖い？こっち掴んでかな。そう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 。オーケー、オーケー、バッチリ。頑張って。頑張って。はい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 。誰か、誰かスーパーに任されている。はい。こっちにちょうだい。あ、深いね。はい。一旦ワンクール終わりましたね。はいはい。じゃあ僕に変わりましょうか。じゃあ。はい。
はいはい、はい、よっとけさんもサポートですね、はい、つかみ取りサポートしていきます。つかみ取りサポート、あの、はい、一応つかんでから渡すの死にもずい。さっきより多くなってる、はい、だいぶ多い、はい、多くなりましたね、めっちゃ多い。さっきみんな結構苦戦してたからね、お兄さんに手伝ってもらって捕まえようね。頑張ります、はい、お兄さん頑張って。よーい、スタート。みんなでこの網に追い込んだら早いぞ。みんな網に追い込んだから。足元、止まった、足元にガンジャッキーいますね、多分ガッキー状態ますね、多分ね。あー、すごいすごい、はい、そろそろ行こうかな、じゃあ、はい、おじさん、サポート、はい、おじさん、坂のおじさん行こうかな、じゃあ、おじさん、入らない、みんなおじさんとこにね、ちょっと、オッケー、入った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 よ、入ったよ、取っていいよ、取ってよ、はい、取ってごらん、取って取って、あー、オッケー、両手で、両手で捕まえて、両手で、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、じゃあ持ってってね、離れちゃった、はい、持ってってね。サポート参戦、入ってよ、ほらどうぞどうぞ、むずっ、追い込め追い込め、来ました、来た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 、行けるか、行かない、出ます出ます、ここに行ってくる、これ持ってこ、練習してる、今、おじさん2人しかいない、雨目がちっちゃいから思いっきりできないですね、めっちゃ水圧受けるでしょ、水圧がやばい。このスからやるか、さらに追加します、はい、第3回目、めっちゃいっぱい、みんな揃ってたね、さあ、始まりました、いけ、さあ、頑張れ、はい、みんな、溺れないように気をつけてね、はい、溺れないように気をつけて、はい、よし、これ捕まえる、あー、上手上手、上手捕まえてね、取れる、捕まえる、これ、はい、捕まえてごらん、さあ、さあ、両手で捕まえてごらん、オッケー、はい、これ捕まえる、はい、逃がそう、はい、はい、じゃあ、行きます、はい、はい、捕まえる、これ、はい、じゃあ、はい、はい、オリコさん、はい、子供たちがね、集まってきました、ですからね、みんな頑張って取ってね、では第4グループスタートです、はい、子供たちが入ります、子供たちが入ります、子供たちとね、ツーバンを、協力してね、やってますね、はい、子供たちもたくさん掴んでます、じゃんけんぽん、ずこ、いやー、魚取り体験終了っすね、終了っすね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、まあ、今回ね、サポートっていう形でやったんですけど、どんなでした、子供たちの笑顔が、ね、すごかったね、2時間ぶっ通しで、そうだね、ずっとぶっ通しでね、これをやるっていうね、この漁協の組合員さんとかね、民衆の皆さん、本当にすごいっすね、もっと還元してます、ね、はい、子供たちみんな喜んでましたね、で、みんな一匹必ず持って帰ってるから、うん、喜んで帰ってるわけ、うん、私は魚、私手で掴もうとしたんですけど難しい難しい、でちょっとねほとんど取れなかったので、まあ、ここはもう子供たちにね取ってもらって楽しんでもらえたのでいいかなっていう感じですね、でちょっとなんかあのご飯食いに来てってあのね組合の方が言ってるのでちょっと行きますか、あ、そうなの、はい、はい、ここでね、素敵な漁師飯ですね、はい、もずくあんかけ、あんかけみたいなやつと、うん、おつゆと、魚汁かな、はい、召し上がれ、ちょっとお手伝いしてもらったってことで、はい、まかない、ちょっとまかない飯ですね、ありがたいですね、じゃあいただいていいですか、うん、いただきます、あ、うまっ、うん、いいですね、このもずくは、うん、うまっ、これは毎月やるんだって、このご飯をその出してるのは毎月やる、うん、で、魚取りとかは年に1回らしいんですよ、うんうんうん、だから、これを見てる、皆さん来年会いましょう、
無事帰ってきました。お疲れ様でした。いや楽しかったね。楽しかったですね。あっという間でしたね。では今回魚つかみ取り体験初めてやったんですけど、難しいですね。難しい。あれは難しかった。網使ってても難しかった、うん。子供たちがあんまり熱心にやったね。いつでもやれてます。すごいっすね。怖がってる子もいたけど、あ、そうっすね。あんなでっかいものさ、真っ先に取りに行く勇気ある子供もすごかった。うん、と思うって言ってる子もいたけどそれででかいね、ガーラとか取ってる人たちもいたし、うんうん、今回ですね、あのつかみ取りは年に1回の、はい、お祭り、イベントなので、来月行こうかなと思ってる皆さん、すいません、あの来年もお会いしましょう。来年、はい、今回は年に1回しかない魚の大量つかみ取りをやってみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。